コリントのの手紙第2の5章私の住まいである地上の幕屋が壊れても神のくださる建物があることを私たちは知っていますそれは人の手によらない天にある永遠の家です私はこの幕屋にあって埋めきこの天から与えられる住まいを着たいと望んでいますそれを着たなら私は裸の状態になることはないからです 確かにこの幕屋の中にいる間は私たちは重荷を負って埋めいていますそれはこの幕屋を脱ぎたいと思うからではなくかえって天下の住まいを着たいからですそのことによって死ぬべきものが命に飲まれてしまう,にしまうためにです私たちをこのこ,とのことにかなうものとしてくださった方は神です神はその保証として御霊を下さいました そういうわけで私たちはいつも心強いのですただし私たちが肉体にいる間は主から離れているということも知っています確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます私はいつも心強いのですそしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っていますそういうわけで肉体の中にあろうと肉体を離れていようと私たちの願うところは主に喜ばれることです なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからですこういうわけで私たちは死を恐れることをしているので人々を説得しようとするのです私のことは神の御前に明らかですしかしあなた方の両親にも明らかになることが私の望みです私たちはまたも自分自身を あなただ私たちのことを誇る機会をあなた方に与えて心においてではなく上辺のことで誇る人たちに応えることができるようにさせたいのですもし私たちが気が狂っているとすればそれはただ神のためでありもし正気であるとすればそれはただあなた方のためです というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです私たちはこう考えました一人の人が全ての人のために死んだ以上全ての人が死んだのですまたキリストが全ての人のために死なれたのは生きている人々がもはや自分のためにではなく自分のために死んで甦えた方のために生きるためなのですですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても今はそのような知り方はしません誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去って身を全てが新しくなりましたこれらの言葉は全て神から出ているのです神はキリストによって私たちをご自分と和解させまた和解の務めを私たちに与えてくださいましたすなわち 神は救出になってこの世をご自分と和解させ違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのです。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私はキリストに代わってあなた方にお願いします。神の和解を受け入れなさい。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは、 私がこの方にあって神の義となるためです。